こんばんは、速稼塾の久保でございます。今回はですね、久しぶりに速稼塾の上級プログラムのマスターマインドをね、購入いただきました。よくこれをね、探しましたよね。相当なマニアックだと思います。現在2017年から速稼塾は1種類だけ、速稼塾ジェネシスだけしか販売してないんですよ。しかも年に1回しかセールスしてないですからね。このマスターマインドプログラムの注文が上がってきて、しかも入金80万円がもう済まされたということはですね、80万ですよ。相当私のことが好きなんじゃないかなと思いますんで、なんか感動しますね。で、なかなか払えない金額だと思います。80万一括は、私もね、久々に入ってたんでびっくりしたんですけども、まあ、でもね、いただいたメールから拝察するに、以前の速稼塾のプログラムで今コンスタントにね、売上上がってるみたいですね。良かったです。マスターマインドプログラムは2016年のセールスだったんで、あれからもう5年経ちますからね。5年経って累計の、まあ、速稼塾を通じての売上っていうのが2000万円を超えたっていうふうには聞いてます。まあ、ですんで80万といえど相対的にただみたいなもんですよって書いてましたけども、いや、私もそれはね、非常に嬉しいです。5年で2000万っていうと400万って感じなんで、それだけ見るとね、いや、400万っつったら平均年収より下じゃんって思う方もいるかもしれませんけども、この方は副業ですからね。ですんで本業で、まあ、300万とか400万いくらあるのか私知りませんけども、まあでもね、これで大体あれじゃないですか、両方合わせて年収1000万とかには乗ったんじゃないですかね。まあ年収1000万になってみてびっくりしたと思うんですけども、思ったよりお金残んないでしょ、1000万なんかね、600万ぐらいの年収と同じぐらいなんですよ、1000万。まあ、そういうのメールも書いてましたけどね。だからそういうところからも登ってみた時に景色ってよく見えるでしょ。だからまだ登ったと思ったら麓だったと思って頑張っていただきたいかなと思います。これからマスターマインドってのはもう日々ですね、頭脳を変えていく日々になると思います。毎日になると思います。多分今いる人間関係全部壊れます。場合によっては奥さんいらっしゃると思いますけども、奥さんと別れることになりますからね。なぜなら奥さんと話が合わなくなります。だからあんまり話さない方がいいと思います、お金のこととか。ぜひね、これからはご主人かね、ご主人というちょっと名前は出せませんけども、これは一般公開にしますんで、あなたがですね、家計を管理して、そして家計ですからね、あなたのお金じゃないですからね。だからあなたのお金じゃないから、家計として奥さんに無許可でお金を使わないように、それからお子さんがまだね、お金のことを分かるようでしたら、お子さんにもきちんとね、キャッシュフローを教えてあげてください。それがお子さんのお金の勉強になると思います。まあそういうところからも頭脳を変えていくところが始まってます。学校ではお金の勉強、税金の勉強、補助金の勉強は全くしません。これほど大事なのにやらないんですよ。で、私も最初に納税を怠った時に税務署がやってきたんですけども、反対に怒りましたからね。税金のことなんて俺一回も聞いたことないよ、大学まで行ったけど税金の話なんて全く知らないぞ、お前が悪いだろうが、そんなことこっそり決めやがってとか言って怒りましたけども、通用しませんでした。当たり前ですね。そのぐらい大事なことは私たちは教わらないんですよ、学校では。だから家庭で教えるしかありません。というのは、お父さんもお母さんも金の知識がない人っていうのは本当に子供に対して不幸ですからね。ということをマスターマインドでむちゃくちゃやりますからね、びっくりしますよ。ということで楽しみにしてください。それでは明日からマスターマインドのプログラムを送ります。5年前のですけどね。ですから私は新たに何か追加することはないんですけども、まあ肝を冷やしながらご覧ください。まあ嫌になってね、1ヶ月ぐらいで投げ出しちゃうかもしれませんけどもね。まあそうなってもお金は返しません、すいません。それでは行ってらっしゃい。